ヤードバーズはイングランド出身のロックバンド。エリック・クラプトン、ジェフ・ベック、ジミー・ペイジら有名ギタリストを輩出したことで知られ、レッド・ツェッペリン結成の母体ともなったグループ。結成30周年の1992年、創設メンバーにより再結成を果たしている。ローリング・ストーンの選ぶ歴史上最も偉大な100組のアーティストにおいて第89位。バンド名はジャズサックスプレイヤー、チャーリー・パーカーのあだ名、ヤードバードに由来。メインボーカルであるキース・レルフはハープの演奏に長けていた。また、エリック・クラプトンやジェフ・ベック、ジミー・ペイジら3人の著名なギタリストが在籍することで知られている。なお、上記3人の総称である三大ギタリストというのは日本独自表現である。その音楽性は幅広く、ブルースロック、ブルース、R&B やロックンロールなどを主体に、フォークやポップス、サイケデリックロックを融合。後のハードロックの基礎を築き、後続のロックミュージシャンに影響を与えた。また、ギタリストだけでなく、マネージャーも彼らの活動をしていた約5年間に3人交代しており、メンバーの入れ替わりが激しいバンドでもあった。同時期に人気のあったバーズの楽曲を即興で演奏することもあった。1960年代前半、ロンドンのリッチモンドで人気のあったナイトクラブ、クローダディクラブでプロデビューしたローリングストーンズの後釜で演奏を始めたのが彼ら、ヤードバーズである。当時のマネージャー、ジョルジオ・ゴメルスキーによると、不良っぽいイメージのあったストーンズとは一味違ったスタイルのバンドをクローダディクラブの舞台に立たせたかったという。当初はこのメンバーで活動を開始。この時代からクラプトンだった今では、純粋なブルースや R&B などのカバーを志向するバンドであった。しかし、リードギターのトーパムが両親の反対を理由に間もなく脱退する。そして、レルフの友人であったエリック・クラプトンがリードギターとして加入した。この当時の空気を伝えるのが、彼らのファーストアルバムにして、ライブ版のFIVE LIVE YARDBIRDSである。メンバーは全員ダークスーツ。そして、スローなブルースのカバーをハイテンポかつ大音量で、そして1曲を30分近くかけて演奏するという独特なスタイルであった。また、アメリカのブルースマン、サニー・ボーイ、ウィリアムソンのライブの伴奏も務め、アルバムも発売された。ライブでは人気のあった彼らだが、発表するシングルはブルースのカバー曲がほとんどで、しかも彼らのスタジオセッションはライブよりもおとなしい音になってしまうのも相まってヒットに恵まれなかった。やがて、ジョルジオ・ゴメルスキーとメンバーはヒットを渇望し、チェンバロをイントロに導入したポップ志向の曲、For Your Loveを録音した。しかし、より純粋なブルースを志向していたクラプトンはそんな彼らと対立し、ブギ風のパートをしぶしぶ弾いてはいたが、それ以外はスタジオのベンチでふて寝をしていたという。それをきっかけにクラプトンはバンドの脱退を決意する。だが皮肉にも、For Your Loveは英米でヒットした。強力なギタリストを失った彼らは、セッションギタリストとして、名を馳せていたジミー・ペイジに声をかけた。しかしペイジは学友であったクラプトンを気遣うのとセッションの仕事の方が忙しいため、代わりに推薦したのが幼馴染のジェフ・ベックだった。ジェフ・ベックは即参加。彼はポップな感性や斬新なギター奏法も持ち合わせていたので、バンドとは利害が一致した。ファズを効果的に使用したポップソング、Heartful of Soulを皮切りに、トレーンケップとエーローリンを発表した。この曲は後にハードロックのエアロスミスがカバーした。しかし、マネージャーのゴメルスキーとビジネス絡みで不仲になり、バンドは新しいマネージャーを迎えた。アルバム、ロジャージ・エンジニアはわずか5日という期間で制作された。以前の R&B 色は薄まり、当時の世相を反映させたアルバムで、メンバーのアイデアをふんだんに詰め込んだポップな内容となっている。詞をレルフが書き、プロデュースはサミュエル・スミスが、ライナーノーツをマッカーティが、ジャケットのイラスト、デザインをドレアが手掛けている。そして、ベックのフィードバック奏法は本作の目玉となった。サミュエル・スミスが以前から興味のあったプロデュース業に転向するという理由で脱退した。ジミー・ペイジはオックスフォード大学で行われたコンサートでレリフが興奮のあまり観客に向かってファックを連発した挙句、ドラムセットに向かって背中から突っ込みそのままひっくり返ってしまったという出来事があり、それに対してサミュエル・スミスが激怒して脱退を宣言したと回想している。優れたベーシストでバンドの楽曲のほとんどの作曲とプロデュースを行っていたサミュエル・スミスに抜けられたのは痛手だった。そこでベックは友人であり、プロデューサーの経験が豊富なジミー・ペイジをバンドに迎え入れることを提案し、ペイジは快く参加した。実はペイジはベースを弾いた経験がなかったが、何でもいいからバンド活動を開始できるチャンスを探していた当時の自分にとっては都合が良かったと後に証言している。そしてベースをドレイヤーに持たせ、ツインリード編成にして立ち位置を左右にすることでステレオ効果を発揮。今までよりもさらに攻撃的なハプニングス10 years time ago、サイコデイジーズそしてミケランジェロ・アントニオーニ監督の映画欲望の挿入歌として使用されたストロール音の3曲が作られる。バンド自体も出演したブローアップは本来ザ・フーが出演する予定だったが都合でヤードバーズに変更された。この映画はベック・ペイジ体制の数少ない貴重な映像としても知られている。劇中では、ベックがギターを壊す演技をするシーンがある。このパフォーマンスを気に入ったベックは、当時のライブで盛んにギター壊しを行っていたという。しかしこの体制は、数ヶ月と長続きせず、ベックがライブを欠席する機会が増えていった。ベックは、メンバーとの不仲にストレスをため、アメリカでのツアー中に体調を崩したり、アメリカで知り合った女性と遊んでいたなどと言われている。そしてついにベックは、ある日、ペイジに、俺は辞めると言い残し、バンドには二度と顔を出さなくなった。公的には、扁桃炎を患ったために、脱退とされた。ペイジ時代は良くも悪くも一番長続きした時代である。ペイジは、ベック抜きで、時々演奏していたため、そのまま4人体制でいけると判断。そして、ハーマンズ・ハーミッツのプロデューサーだったミッキー・モストの、プロダクションに移籍。マネージャーのネイピアベルもベックを追う形で辞め、後任はペイジと旧知のピーター・グラントになった。この時、ネイピアベルはメンバーの中にすごく頭の切れる奴がいる、ジミー・ペイジさとグラントに話したという。ペイジはセッション時代に培った豊富なアイデアを持ち、よりハードなサウンドを推し進めていったが、当時のプロデューサー、ミッキー・モストやピーター・グラントは、ポップ志向の強い楽曲をレコードにすることをバンドに強要した。そして、その影響が顕著なアルバム、リトル・ゲームズがアメリカのみでリリースされる。この頃、バンドはイギリスでの人気は落ち目であった。しかし海外ではまだ需要があったため、アメリカやヨーロッパ各国を回るツアー三昧の日々が続いた。ライブ演奏を楽しんでいたペイジをよそに、他のメンバーたちは意欲を失いつつあった。レコードセッションにも参加せず、マッカーティはドラッグ付けで時折演奏不能に陥ったり、もともと低めな声のレルフはラウドになってゆくバンドのサウンドについていけず声が破綻寸前だった。解散後に発表されたライブ版、LIVE YARDBIRDSフィーチャリング、ジミー・ペイジはそんな状況をしっかりと刻んでいる。そして、グッドナイトスイートジョセフィーヌ、シンクアバウトイットのシングルを発表。1968年7月7日のラトンでのコンサートを最後に、レリフとマッカーティは脱退し、アコースティックデュオを結成。ペイジはテクニックを重視し、スティーブ・マリオットや、スティーブ・ウィンウッド、テリー・リードと、プロコル・ハルムの BJ ウィルソンをメンバーに誘うが、いずれも断られてしまう。ほどなくドレアも写真家になるべく脱退。残されたペイジは契約上の問題もあってバンドを継続させようとセッション仲間だったジョン・ポール・ジョーンズと組み、バーミンガム出身で無名のシンガーロバート・プラント、その仲間のドラマージョン・ボーナムを加え再始動する。この時、オリジナルメンバーがいなくなったこともあって、ニューヤードバーズとバンド名を改めた。しかし、その後、契約上の問題が解決したことや、過去のものとなりつつあった、ヤードバーズを名乗ることに意義が乏しかったこともあり、結局、ニューヤードバーズは、レッド・ツェッペリンの名で、ヤードバーズとは決別した新たなバンドとして、再出発を遂げることとなった。エリック・クラプトン、ジェフ・ベック、ジミー・ペイジは、リンク参照。キース・レルフは、妹や、ジム・マッカーティと共に、ルネッサンス、アルマゲドンなど様々なバンドを起こしたが、1976年、自宅でエレキギターを使って、作曲の最中に感電事故で死去。クリス・ドレアは、写真家に転向。レッド・ツェッペリンのファーストアルバムのジャケット裏写真を撮影している。ポール・サミュエル・スミスは、プロデューサー業に転向。レルフらのバンドのプロデュースを含め、様々なアーティストのプロデュースも行っている。また、マッカーティ、ドレア、サミュエル・スミスらは1983年に、ボックス・オブ・フロックスとして再結成。84年にアルバムを発表した。このグループは、実質的には、新ヤードバーズだった。ボーカルには、ジョン・フィドラーが参加。2枚のアルバムをリリースした。2005年のラインナップ1992年により、ドレアとマッカーティを中心に、ヤードバーズは新たなメンバーを加え再結成した。リードギターとベースは、しばしば入れ替わっているものの、活動を続けている。2003年には35年ぶりとなる新作、バードランドをリリースした。ありがとうございます。